もシェイクスピアがロミオとジュリエットを執筆した背景に彼自身の恋があったとしたら、エリザベス長寿大の英国演劇界を舞台に創意あふれるもしもの物語を描いた映画恋に落ちたシェイクスピア。20年前にアカデミー賞7部門に輝いたこの映画が A 国で舞台化された。その脚本を用いて新演出で上演するのは劇団四季若き日のシェイクスピアイコールウィルを演じる上川和也さんはシェイクスピアのファンはもちろんですが、若いお客様にも素直に楽しんでいただける舞台になると思いますとにっこり。とにかくストーリーの運び方がすごく面白いんです。映画を見た時は先が読めなくてワクワクすると同時に、これをどのように舞台化するのだろうと興味をそそられました。ロミオとジュリエットだけではなく、シェイクスピア作品の有名なセリフが随所に出てくるんですが、詩的な表現がうまくストーリーにはまっていて、稽古をしながらもうわおしゃれだなぁと日々改めて感じています。この作品に登場するウィルは天才劇作家ウィリアム・シェイクスピア。一般的なイメージとは大きく違う実気盛んな若者だ。シェイクスピアは天才劇作家というイメージがあり、理解しがたい部分がたくさんあるんじゃないかと思っていたのですが、この作品のウィルは等身大の若者として描かれています。スランプに陥っている時にバイオラという女性と出会い、その恋を原動力として名作を生み出す。彼はすごく若しくてエネルギッシュ。何をやっても立てないスランプの状態から始まるので、最初は影の印象が強かったのですが、彼自身は陽の人間。しかも、じっと適当さもあったりすると、分かって、あ、意外に自分と近いところもあるんだなと思えました。かっこ笑い。上川さんにとってウィルは、羨まし、自分もこうありたいと思わせてくれる存在でもあるという。彼は、パチンとハマった時の直感力と、鋳物を大切にしているんですが、僕は、結構優柔不断でかっこ笑い。なかなか自家感を信じることができないんです。でも実際は自分の直感を信じたことがベストな結果を呼ぶことも多いので、ウィルみたいによしこれだと決断して行動できたらなと思います。